久々にやるか。とうとうやるの？うん。本当は去年の12月にやる予定だったんだけどな。いろいろとあったせいで遅れてな。あ、そうなの。でも、1年くらいやってなかったでしょ？どうして？個人的に裏歴史の動画ばかり作るのはあまり好きじゃないからだぜ。もっと明るい元気な動画を作りたかった。グルメとかも好きだし、なんかもっと健康的なチャンネルにしたかったんだぜ。でもさ、ここ最近上げた動画、ダークなやつとそうじゃないやつの視聴回数10倍以上違うんだぜ。こりゃもうやるしかないな、と。皆さん、やっぱりそういうのがお好きなんだなと。大丈夫？最近、ちゃんと寝てる？寝ないと神経おかしくなるよ。最近、うぷ主は不眠症気味で ASMR とか聞いているらしいぜ。さて、今日やるのはこの人物だぜ。ローマ皇帝、ティディウス・ユリアヌスだ。ユリアヌスって、あの廃墟者ユリアヌス。それは別のユリアヌスなんだぜ。鉄人皇帝と言われているユリアヌスのことだろう？こっちのユリアヌスはもっと不幸でかわいそうな皇帝だったんだぜ。この頃、ローマ帝国は異皇帝の時代でな。中国はちょうど三国志の時代なんだぜ。それで、この皇帝はどんな人物だったんじゃ？どんな人物でもなかった。はい。というか、皇帝としてどんな仕事もできずに死んでいったんだ。何しろたったの3ヶ月で死んでしまったんだからな。ユリアヌス帝について語る前に、前帝ペルティナクスについてまず語った方がいいだろう。ローマ最高の五賢帝の後、最悪の皇帝コンモブスの死後に即位したのがペルティナクスだ。もともと修士学の教師だったがより高い地位を求めて軍隊に入った変わり者だぜ。軍人として才能のあったペルティナクスは瞬く間に出世して要職を歴任した。コンモブス帝の時代になると失脚して政治の場から退くが、再びブリタニア総督として返り咲くことができたわけだ。ちょうどその時、ブリタニアでは兵士たちの大規模な反乱が起こっていた。原因は兵士たちの待遇改善だった。ペルティナクスは耳を貸すどころか容赦のない弾圧を行った。ところが兵士たちの反乱は一向に止まない。むしろ兵士たちの反乱の勢いは増すばかり。ペルティナクスの処置が正しかったかどうかはその後、コンモブス帝が彼をアフリカ総督に送ったことでも察しがつくだろう。その後、ペルティナクスは首都長官にまで栄転する。コンモブス帝の信頼は絶大だったわけだ。だが、ペルティナクスはその信頼を裏切ってしまうんだぜ。ペルティナクスが直接コンモブスの暗殺に関わっていたかは確証はない。しかし、彼が暗殺に関わっていたのはほぼ間違いない。最も治世末期のコンモブス帝は暗殺されても仕方がないほど正気を失っていたらしいが、そしてペルティナクスは暗殺者たちに押されて即位する。ちなみに暗殺者たちって誰？親衛隊の隊長と皇帝のおめかけさんだぜ。そう。皇帝の身を守るはずの親衛隊が皇帝を殺してしまったんだぜ。古代ローマの歴史ではよくあることなんだぜ。その後、わずか3ヶ月でペルティナクスも親衛隊によって殺害されてしまう。たったの3ヶ月でペルティナクスの皇帝の真価を問うのはさすがに難しい。1年、せめて半年ないと皇帝としての真価はわからん。たったの86日間で皇帝が殺されたのは親衛隊の意に染まらなかったからだろう。個人的な意見だがペルティナクスは当時人類で最も偉大な権力を持つローマ皇帝の座にふさわしくはなかったと思う。さて、ここで問題が出てくる。霊夢、なんだと思う？いや、さっぱりわからん。よく考えて。いや、わからないものはわからないんだって。皇帝は親衛隊の都合で勝手に殺されたんだぞ。そんな皇帝、誰がなりたがる？確かに。親衛隊を満足させなければ自分が殺されてしまうんだぞ。そして親衛隊にこびたおかしな政治をしてみろ。責任を負うのは親衛隊ではなくて皇帝である自分自身なんだぞ。こんな時、兄貴だったらどう考えるか。カラカラ帝のことは考えるな。そいつは失敗例だ。実を言うとだな。ペルディナクス帝を殺した親衛隊も次の皇帝を誰にするか考えていなかったんだ。だからローマ皇帝の地位を競売にかけたんだぜ。ごめん。聞き違いかもしれない。もう一度言ってくれないか。それはマジで言ってんのか。マジもマジ。大マジなんだぜ。おそらく史上最大の競売だろうな。ふわぁ。いやさだ。今日も一日、頑張るぞい。古代ローマの貴族は朝はチーズや果実など、少量しか食事を取らなかったんだぜ。夕食にどっさり食べるのが一般的だった。あなた、大変よ。どうしたんだい？世の中、そんなに慌てることなんか何もないぞ。あなた、お金ちょうだい。お金？そうよ。それもありったけのお金を。借金でもしたのか。違うわよ。じゃあ、何に使うんだ？買い物よ。それもなるべく急がないと、早くしないと他の誰かに買われちゃうわよ。一体何を買おうというんだい？ローマ皇帝の地位よ。お前、医者でも行った方がいいんじゃないか。こっちは真面目に話してんのよ。そんな話、真面目に聞くやつなどいるわけがない。ペルテナクス帝が殺されたのはあなたも知っているでしょ。親衛隊と元老院を敵に回していたからね。しかし、そんなバカな真似をするはずがない。いいから来なさい。本当に競売にかけられていたとは。ねえ、あたしの言った通りでしょ。よくこんな話がまかり通ったな。元老院は何をやっているのか。人が多すぎて前に出れないわね。みんな皇帝の地位が欲しいのね。どいつもこいつも欲深い奴らばかりねー。皇帝の地位、お買い上げになりますか？出すよ。1000個の衛兵に1万セルテウス支払うぞ。なんとしても皇帝の地位を買い上げてやる。そうよ。こんな機会二度とやってこないわよ。もっと高額を出すとおっしゃる人物が出てきました。1000個の衛兵に2万セルテウス支払うと言ってますよ。げげ。ここで決断しないと決まっちゃいますよ。25000セルテウスだ。こっちは25000セルテウス払うぞ。こうしてユリアヌスは皇帝の地位についたんだぜ。むちゃくちゃにも程があるだろう。そんないい加減なノリで皇帝の地位が決まってたまるものか。その通り。実際に反感を買いまくったんだぜ。この時、ユリアヌスはすでに60歳だった。上流階級出身のユリアヌスは順調に出世街道を進み、戦場でも多大な功績を挙げた。気前のいい性格で評判も良かった。キャリアから考えたら皇帝にふさわしい人物ではあったんだ。これまでしくじり皇帝殿では年若くして権力の地位について暴走して破滅する人物を紹介してきた。今回のケースはまるで違う。政界や軍隊で生き抜いた60歳のおじいさんが皇帝になっても無茶なことやらんのだわ。だが今回は皇帝になった経緯が最悪すぎた。出てけ。皇帝の地位を金で買った悪党が、金で何でもできると思うなよ。金で皇帝の地位を買うなんて国民の感情は最悪だった。民衆に石を投げられることさえあったそうな。そうなったら皇帝もおしまいだな。事実その通りで各地の提督たちが反乱を起こすんだ。特に強力なのがパンノニア総督セクティミウス・セウェルスだった。ユリアヌスは反乱討伐を親衛隊に命じた。しかし、ここで一つの問題が生じる。弱いんだぜ。親衛隊、セウェルスの軍にケチョンにやられてしまうんだぜ。親衛隊ってローマ最強じゃないの？親衛隊、戦争からだいぶ遠ざかっていたからかつての強さを失っていたんだぜ。困ったことに親衛隊、弱くなっただけじゃないんだぜ。忠誠心がかけらもない。皇帝を殺してその地位を競売にかけるような奴らだぜ。旗色が悪くなるとすぐさまセウェルスに寝返った。哀れディディウス、ユリアヌスは生きていると都合が悪いということで親衛隊どもに暗殺されてしまったんだぜ。ユリアヌス帝の最後の言葉は、私が何をした？私が誰を殺したというのだ。どうしようもないクソゴミどもじゃありませんか。そうだな。まさに国家の癌とでも言うべき存在。ちなみにセウェルスはローマに入ると親衛隊を即座に解散させたらしい。このセウェルス朝のソセプティミウス・セウェルスはあのカラカラ帝のお父さんでもあるんだぜ。さて、これで今回の話だ終わりだがどうだった？もう何もかもめちゃくちゃというか。ユリアヌスも死の直前まで順調な人生を送っていた。それがあまりにも大きすぎる買い物をしたばかりに悲惨な最期を迎えることになってしまった。みんなの自分の身の丈に合った買い物をするんだぜ。皇帝の座なんか売買されることは今後絶対ないと言い切れるがな。というわけで、今日はここまでだぜ。そうそう、最近は歴史動画に再び不遇の時代が訪れているからいいねを押してくれたりしてくれるとすっごく嬉しいんだぜ。皆さんのご協力があればこそ歴史動画のジャンルを守ることができるわけで、では、これにて失礼します。ご視聴ありがとうございました。